今日は1万9000人近いサポーターが訪れた松本と神戸の一戦。まずは13分の先制点のシーンですが、フリーキック宮坂、結局これが直接ゴールに入ることになります。そうですね、本当これが大きかった得点でしたよね。まあ、自分たちの強みでもあるセットプレーからの得点でしたから、まあ、少しキーパーの、ね、前川選手のちょっとまあミスっていうのもありますけど、飯田選手がまあいいところに、ね、入ってきたっていうところもありましたからね。まあ、このガッツポーズはね、喜びが出てましたからね、はい、そして43分ですが、フリーキック、これ高橋亮に持っていってクロスにニア飯田でした。まあ、中に入れずに少し目線を変えてね、左に持ってって田中のセットプレーからでしたけどね、ここですけどね、ここで迷いなく突破に来ましたよね。まあ、縦にスペースがありましたから、この入りですよね、飯田選手の。本当にフォワード顔負けのいいところに入って、まあ、狭いところに抜けましたよね。この本当に点目は大きかったですね。まあ、今季5試合で2得点のチームが前半のうちに2得点だったという松本。後半に入ります。これが58分のシーン、イニエスタのシュート、ディフレクトしましたけれども、森田のセーブです。まあ、相手のクリアのところ拾いながらね、イニエスタ選手がシュート、まあ、相手に当たってますけどね、まあ、でも森田選手がね、いいセーブでしたね。68分、松本です。ここはレアンドロ・ペレーラ、そして前田のシュート。まあ、ボールが入った収めた後の、その、まあ、サポートっていうのも早かったですし、まあ、いいシュートが終わりましたね。そして75分の神戸です。古橋からのボール、ウェリントン。古橋選手がうまくサイドで緩急を使いながら、まあ、縦が空いてましたから、シンプルに、まあ、入れて、まあ、相手との競り勝ってましたよね、今井選手ですけどね。ウェリントンの選手、まあ、ウェリントン選手の良さが出ましたよね。これって、はい、まあ、1点返してね、どうなるかなと思ったんですけどね、うん、これで2対1。79分のシーン、これは決定機でしたけども、レアンドロ・ペレーラ、前からのセーブ、はい、まあ、僕も入ったと思いましたからね、うん、そのぐらいの本当にスーパーセーブですよね、はい、前川選手、ここで先やれて1本ですからね。そうですね。